皆さん、こんにちは。今回は藤沢さつきさんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。ピョンチャンオリンピックカーリング日本代表の藤沢さつき選手、とても美人だとネット上で話題になっています。藤沢さつき選手に限らず、カーリングの代表選手ってとても可愛いと評判です。綺麗と言った方がいいのかもしれません。ピアスやネックレスもとってもおしゃれで、きっと藤沢さつき選手も彼氏がいらっしゃるのでしょう。同じくカーリング女子の本橋麻里選手は、ご結婚されてお子さんもいらっしゃるのに、カーリング選手として活躍されています。カーリングに限らず、お母さんになってもアスリートとして活躍してもらえると、同年代のママさんだけでなく、これからママになるという女性にとっても頼もしいことでしょう。そんな本橋麻里選手と一緒にプレーする藤沢さつき選手、現在はロコ・ソラーレ LS 北見でプレーされています。ですが、以前は別のチームに所属していました。なぜ移籍したのでしょうか。そしてロコ・ソラーレ LS 北見でプレーするまでには何があったのでしょうか。今回は藤沢さつき選手の移籍の理由やこれまでの活躍について見ていきたいと思います。現在ロコ・ソラーレLS 北見に所属している藤沢さつき選手、以前は2009年8月の入部から中部電力カーリング部の選手として活動していました。藤沢さつき選手が中部電力から移籍した理由は、中部電力の会社方針がカーリング部に注力できなくなったということのようです。中部電力のカーリング部は2007年春、中部電力長野支店の社員の絆を深めるために作られたのが始まりです。2009年4月には18歳から20歳の女子カーリング部が創設されたそうです。藤沢さつき選手の入部は2009年8月、中部電力カーリング部創設から活躍していたことになります。チーム創設1年目の2009-2010シーズンの出場大会はジュニアの大会にも出場したそうです。創設最初の年にもかかわらず、日本カーリング選手権大会では第3位という成績を収めました。2015年4月に藤沢さつき選手が退社するまで、藤沢さつき選手はスキップとしてサード市川美代選手と中部電力の両輪となって活躍してきました。ですが、市川美代選手が2014年5月の会見で引退を表明します。市川美代選手の引退会見から11ヶ月後、藤沢さつき選手も中部電力を去ることを決めます。それまで5年半という年月を過ごした中部電力、応援してくれたたくさんのファンがいたことと思います。カーリング女子でも人気の高い市川美代選手と藤沢さつき選手、中部電力カーリング部の人気の原動力だったようです。ですが、その傍を失い、藤沢さつき選手自身にも何か変化が訪れたのかもしれません。藤沢さつき選手が2015年4月に中部電力を退社、2015-2016シーズンからロコ・ソラーレ LS 北見に入部したのは5月です。ロコ・ソラーレ LS 北見では、馬淵恵選手が2015年4月に引退しました。新しいスキップを探していたそうです。スキップとは、ゲームを組み立てる司令塔のことです。氷の状態を読み、選手たちに指示したり、その後の展開を作っていきます。馬淵恵選手で空いた穴を埋める形で、ロコ・ソラーレLS 北見に移籍した藤沢さつき選手、本橋麻里選手からの誘いだったそうです。本橋麻里選手は選手でありながらロコ・ソラーレ LS 北見というチームを作った創設者です。チーム設立のためにスポンサー企業を探したりと、スタッフ的なこともこなしたりするそうです。ロコ・ソラーレ LS 北見が戦ったのは、かつて所属していた中部電力でした。中部電力カーリング部は市川美代選手と藤沢さつき選手の抜けた穴を若い選手たちが埋め、日本代表を争うまでに成長していました。そんなかつて所属した中部電力との戦い、勝ったのはロコ・ソラーレ LS 北見でした。オリンピック出場を決めた大会で、藤沢さつき選手はロコ・ソラーレ LS 北見のファンの歓声にメンバーと共に応えました。そして藤沢さつき選手が一人で向かった先、それが中部電力のファンで埋め尽くされた観客席の前でした。藤沢さつき選手は、かつて応援してくれた中部電力のファンの前で
深々と頭を下げました。その藤沢さつき選手の行動に中部電力のファンは大きな歓声とともに応えていました。すごくいい光景だったと後にそれを見ていた。かつては中部電力の仲間として応援してきた藤沢さつき選手の活躍を中部電力のファンの皆さんも応援してくれていたのでしょう。カーリング女子日本代表にとって初めて決勝進出を果たした北京オリンピック、チームはイギリスに敗れましたが、前回大会の銅メダルを上回る銀メダルを獲得し、過去最高の栄誉を手にしました。元気いっぱいの女子カーリングチームは冬季オリンピックの度に注目されます。しかし特にスキップの藤沢さつき選手は、その実力もさることながら可愛らしいルックスが日本国内だけでなく海外のファンも増やしています。そしてこの時もう一人スポットライトを浴びたのが NHK で解説を務めた元カーリング選手の市川美代さんでした。現役時代に氷上の佐々木希とも言われたルックスは健在でした。初心者にも分かりやすい丁寧な解説で日に日に人気が高まり、競技終了直後には早くも見下ろすの声が SNS にあふれたほどです。しかし一部では市川美代さんの解説を聞いて二人の仲を疑う声も聞かれました。日本がスイスを8対6で破り史上初の決勝進出を決めた瞬間、市川美代さんがオーマイガー、信じられないと驚いた声を出しました。もちろん市川美代さんは喜んでいたと思うのですが、悔しいような表情を見せたという指摘が SNS には飛び交いました。かつて藤沢さつき選手と市川美代さんは同じチームで勝利を目指していたことがあるのは前述の通りです。日本カーリング界の強豪中部電力が4年連続日本一に輝いた時、今回は吉田知那美選手が務めていたサードを市川美代さんが、そしてスキップを2歳年下の藤沢さつきさんが務めていました。強豪でチームメートだった2人には苦い思い出があると言います。2014年のソチオリンピック出場をかけた予選会でのことでした。最後の最後で藤沢さつきさんのミスショットが響いて敗退してしまったのです。その後市川美代さんは五輪出場を果たせぬまま24歳で引退します。理由は結婚と出産、育児を見据えてというものでした。一方の藤沢さつきさんはチームへの支援が大幅に縮小された中部電力から退社し、出身地である北海道北見市のロコソラーレへの加入を決めました。この別れが藤沢さつきさんの人生を大きく動かしたのです。新たなチームメートを得た藤沢さつきさんは、前回の平昌オリンピックで銅メダル、北京オリンピックは銀メダルを獲得し夢を叶えました。いずれの大会も市川美代さんは解説者として藤沢さつきさんの活躍を見守る立場でした。市川美代さんにとって藤沢さつきさんは頼れる後輩に違いないはずです。しかしもし自分が今でもカーリングを続けていたら、この舞台に立っていたのは自分だったかもしれないという思いもあったかもしれません。2018年の平昌オリンピックにカーリング日本女子代表として出場し銅メダルを獲得した藤沢さつき選手、さらに2022北京オリンピックにもカーリング日本代表として選出されています。カーリング女子といえば本橋麻里さんを筆頭に皆さん容姿端麗で可愛いと話題の選手ばかりなのですが、中でも藤沢さつき選手は隣の韓国でも注目されている選手の一人だそうで、理由は浅田真央さんに似てることや、韓国では超有名な女優パクボヨンさんにそっくりという理由からだそうです。藤沢さつき選手は両親をはじめ姉と皆さんカーリング選手だそうで、両親に至っては2016年の北海道ミックスダブルス選手権であと一つ勝利していれば、2018年開催の平昌オリンピックにも出場できたかもと言われているほどの実力者なのです。万が一そんなことが実現していたら、親子揃って平昌オリンピック出場となり、さらに話題になっていたかもしれません。中学時代からカーリングの実力は相当なものだと評判だったそうで、数々の大会で輝かしい成績を収めていました。もともとは地元の北海道を離れて中部電力に就職し、その会社のカーリングチームに所属し活躍していたのですが、地元北海道のカーリングチームで日本のエースとしても有名な本橋麻里さんに誘われる形で、2016年に北海道北見市を拠点に活動するロコソラーレに移籍しました。ロコソラーレといえば
創部2010年というまだ歴史の浅いチームですが、わずか8年で日本代表として2018年の平昌五輪で戦っているわけですから、すごいことです。あの時本橋麻里さんが声をかけていなかったら、藤澤五月選手は今も日本代表として出場できていなかったかもしれません。ちなみに2018平昌オリンピックでは銅メダルを獲得しています。現在チーム内ではスキップという武器が当たりました。そして2022年の北京オリンピックにも日本代表として選出されています。藤澤五月選手について調べていると、裏切りというキーワードが浮上してきます。一体何を裏切ってしまったのでしょうか。ここでは藤澤五月さんの裏切りの真相について見ていこうと思います。ということで、いろいろと調べてみたのですが、この裏切りについての情報は何も見つけることができませんでした。ただいろいろなサイトで藤澤五月選手のコメントを見ていると、2018年の平昌オリンピックの際、今回平昌に出場できたのは周りの人の支えや応援がものすごくあった、平昌でも勝つために皆さんの期待に応えたい的なコメントが多数見られました。つまりこの裏切りというのは、こんな私たちを一生懸命応援してくれる方々の期待を裏切りたくないという意味なのだろうと思われます。正直最初は何かの不祥事から浮上してきたキーワードではないかと予想していましたが、それらしき情報も一切見当たりませんので、この場合の裏切りというのは期待を裏切らないという意味なのだろうなと解釈することができます。中部電力さんにお世話になることになって、生活の拠点を昨夜軽井沢に移してよかったことはたくさんあります。カーリングの技術は向上しましたし、日本選手権でも4連覇することができ、そして日本代表としても世界に挑戦させてもらいました。カーリング選手として大きく成長できた6シーズンだったと思います。同時に社会人としても多くの経験をさせてもらったと述べています。最初に藤澤さんと一緒にオリンピックを目指したいという電話をもらったそうで、一方で仕事はちゃんとしてもらいますという話もあったそうです。そして入社してすぐに約50人の同期と名古屋の本社に行って、2週間ほどの新入社員研修を受けたそうです。藤澤五月さんは小さい頃からカーリングばかりやっていて、アルバイトの経験もありませんでした。そのため社会性はかなり乏しい人間だと思っていたそうで、この研修は本当にありがたかったそうです。いかがだったでしょうか。今回は藤澤五月選手の移籍の理由やこれまでの活躍について見てきました。社会に出て会社員として生活する中で、選手としての生活だけでなく一般社会人としての心構えや TPO を学んだといいます。スーツを着た時の身だしなみや仕事の時のお化粧の仕方、電話対応の基礎や名刺交換のやり方などなど、それこそ社会人としてのベースとなる部分を全て教わったとしています。新入社員当時に教わったことは今でも生きているそうです。定時の17時10分まで働いたら練習に向かいます。佐久から軽井沢へ向かう途中でどこかで夕飯を買ったり食べたりするのですが、上信越道の佐久インターチェンジそばの丸亀製麺に寄るのが好きだったそうです。好物の明太釜玉うどんや柏天を食べて、よし練習だとスイッチを入れていたそうです。今の活躍は当時の下積みがあってのことなのでしょう。今後藤澤五月選手がどのような活躍を見せるのか楽しみです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。